いやー。ー前回は、おかえり。ただいまです。<laughs> ただいまです。おかえりなさい。根本です。はい。深夜大工です。<よ>はい。どう,どうも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 。どうもどうも。四十九回目。久しぶりじゃまりましか四十九回目そうそうです。はい、すいません。先週はね、いいあのー、まあ、ちょっと、お忙しくて。<laughs> お忙しくて。 お忙しくてまあまあね大変な時期というのは佐野にね聞いておりましたのでそう佐野に一、ね、人で撮ってもらったんだけど <laughs> はいあの「死ぬんか!」「佐野死ぬんか!いやね」いやね30分、はい、<laughs> 35分ぐらいでも話したと思うんだけどね,、うん、そ,うねそもそもね一人で話すってこんなに難しいんだなっていうあ 思った思った、うん、しさ別になんか、うん、自分自身でこうテンションが上がる話とかをするわけでもないからさなんか、ね、ラジオが淡々と進んでいくわけ、うん <laughs> まあ、確かに反応もないしね、うん、そうそうそうそしたらあんな感じになったよねでもなんか別にさ暗い回じゃなかったとは思うんだけど、まあ、暗くはないけどねうん、うんうん 結構よりね佐野の本質に迫ってて面白かったんじゃないかなと思いますけどうん、うん、俺も一人で撮ったことあるんだけどやっぱりね難しいね一人で撮るのって難しいよねうんうんそれはもう配信者とかすげえわって思うものすごく思いましたねうんねなかなかねコメントありきでもむずいっしょむずいようん 結構来てたもんね、質問みたいなのね。そうそうそう、ま、何件かいただいて。うん。そう、ちょっと、そうそう話したんだけど。まあ、それでも難しいね。バチョレ、バチェロレっての下りとか面白かったけどな。ああ。何話したんだっけな、バチェロああ、はい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 。難しいっすよね、みたいな。生きるって何ですかあね、下りだけど。そうそうそう。そうそう。 もうあれ聞きながらうわこいつよけたなって俺言ってたもんつぶやいちゃったちょっとそいつよけたそんなバチちろそんな重い質問してくんなよなって思いながらこのラジオにねまあまあまあそうね何を求めてんだと思ったんだけどうんそうなんですえっと僕先日というかもうつい昨日大相撲見に行ってましたいや見たよ見た 見たし、うんうん、一応ね誘ってもくれたんですけど、ね、うんそうそうそう,そうちょっと予定が合わずっていうところでそうはい申し訳ないですいやいやよかったとにかくいやーさめちゃくちゃ面白そうだったね <laughs> めちゃくちゃ面白いめちゃくちゃに面白いぜ、うん、両国国技館両国国技館それなんで行ったわけ、うん またええと普通に友達が、うん、あの会社の人から「うん、もうチケット余ってるからあげるよ」って言われたチケットがあったらしくら結構ちゃんとした席なのねそれがね末席だったもんねあうそ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 う,、うん、そうなのもうでちゃんとそのビールとかさお土産とかもついてくる席なのねへえ<ー>だからもうそれちょっと行かないとなとそれは行かないとはね うん、まあそれで行かせてもらってちょうどサンクチュアリを見てることだし、うん、そう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 相撲は一回じゃあこの機会に見とこうと、うん、ね思って行きましたけどいやなんだろうねあのー、目の前で見る迫力っていうのかなやっぱりもうチープな言葉になっちゃうけどねまずさその両国国技館って 両国にあるわけだけどあれ駅近いんうん駅近いんだっけあ近い近いすごい近いもう全然徒歩徒歩1分ぐらいというか目の前じゃんああ<ー>そうだっけそかそか駅の西口出てすぐ目の前ぐらいにあるよ国技館がうそうでなんか両国駅の隣にもこう土俵みたいなのがちゃんと置いてある、うん、な,なんつうんだろうな な,なんつったらいいんだろう、博物館ではないけど、まあなんか資料館みたいなのもあって、ね、<ー>ちゃんと土俵も見れたりとかはい、はい、するスペースもあって、うん、まあそういうのを見たり、うんえと、国技館の地下ではちゃんこ鍋が食べられたりとかね。地下あんのそう。地下ある。あそこ地下あんの地下ある、一応、地下のホールみたいなところで。へー、うん。ちゃんこ鍋を500円ぐらいで出してて、うん、それもおいしい。 あ美味しいんだやっぱり、うん、そうであれって9時ぐらいから空いてんだよね多分ねあそうなんだやっぱそんな早くから、うん、そうそうそうやってんだね序の口序二段とかはやってるかな、ねうん、だって何かあのーうん、なんだそのサンクチュアリで、うん、<laughs> サンクチュアリで,アリでその朝一に、うん、あのーうん、もう会場に入っていくシーンがあって でもうすぐ出番だよみたいなこと言ってたから、うん、あもうこの時間から、あのー、そうなんだよねそうやってるんだなって思ってました。うんうん、で僕ら12時ぐらいにその会場入ってもう取り組みを見てたんだけど、うん、まあそのころはまあ観客もまばらで、うん、でもまあその勝敗がつくたびに「うわ、ん!」みたいなちょっと声が上がる。 ぐらいのテンション感だったんだよね、その最初の頃は。でもやっぱ徐々にその3時、4時とか回ってきて、その重量級、結構、重量って言うんだっけ、あれ、重量、幕内の、重量、そうそう、幕内とか、その辺が入ってくるとさ、入ってくるとどんどんもう人が集まってきてさ、もう満員になるのよ、どんどん人が埋まっていくんだ。 その時間に合わせて、はい、まみんな見に来てるんで、はいはい、あのね、うん、大関とかを。なるほどね。ま昨日は横綱は出られなかったのかな、なんか怪我かなんかで。休場してるもんね。そうそうそう。うん、でもまあ大関が最後、なんだっけ、霧島だっけ、霧島っていう大関が、一番最後の取り組みをやったんだけど、うん、もうその時にはもう、大歓声よ。へえ。ー。一体感と音と熱、うん。 全部ダイレクトこんなかと <laughs> <laughs> こんなに違うかとああやっぱり違うんだね違うねそのやっぱお相撲さん自体のそのあれも違うんすか、うん、そのフォルム的なのもやっぱそのいや<あ>でっかってなるよねうんあそう見るとねうんすごいでっかってなるし、うん、実物大をちゃんと目の当たりにするとやっぱちょっとその 全部強く見えるんですよ。ちゃんと全部、どの取り組みも強く見えるんですけど、うん、なんかその中でも、ちゃんとこう、最後の方の取り組みは、さすがにレベルが違う。うん、あそれは、素人目でもわかる。いやわかる。さすがにもう十二時頃の取り組みと、もう最後の取り組みはもうレベルが違う。へぇー、シロートメディそれがまた面白い。あそう。 うん、なんだろうねあのやられたと思っても耐えてさ、うん、しっかりとこうがっぷり四つっていうのをすごい耐えて体勢立て直してそのたびに会場が沸いてみたいなこう一進一退の攻防があるわけですよなるほどね位が上がれば上がるほど、ね、れば上がるほど <laughs> そうそれが <laughs> やへえそういい体験でしたねあとそう思ったのが結構子供と女の子の声援が多いあ、うんうん、結構子供とか興味なさそうだけどねいやそうだよね、うん、なんかすごい最後の最後まで叫んでるの子供が。 ずっえ<ー>どの力士どの取り組みもね、うん、なんか全部の取り組みで多分推しの力士がいるんだよちゃんとはい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 だからそれをずっと叫んでるのその力士の名前をなるほど、ね、ずっと、うん、熱量が違う子供たちのああそうなんだうんびっくりしたちょっと女の人が多いっていうのはなんかまあ数女って言葉あったじゃないですかあはい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  なんとなく分かるんだけど子供もね、うん、見にまあもちろんねご家族とかと一緒に来てるんでしょうけど見に来るんだねねいやいい経験してるよねそれ、うん、俺子供の頃見に行っても感動はできなかったんじゃないかなと俺もね多分興味わかなかったと思うんね, <laughs> ちょっとねうんむずいよねうん やっぱ思ったのは本当に相撲ってシンプルで分かりやすいって思ったやっぱりなんかさあのー、立ち合いからこう最初はっゃよいでぶつかる時の音がすごいって言うじゃない、うん、あすごいそれすごい本当にどんな感じでバチン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 っていうでもう ブルンってなってる、もう肉体がさ、たぎってるのが見えるのよ、肉が。たぎってるのが。なんだこれやってかる本当に。たぎってんだ。肉体が。肉のぶつかり合い。うん。かすごい。いや、いいご経験をなさったですね。それは。羨ましいよ。うん、ございました。そんな休日を。しあ、サンクチュアリはまだ 見てないわけでしょ見てない見てない忙しすぎて見てないサンクチュアリより先にまだ見てないズボン見ちゃったそうですよそうですかいやちょっとね僕も見たいんですけどやっぱいかんせんチケットって取れなくて高いよねあとね結構そうねあとまあもう9月場所今やってるけど東京9月場所で最後だからうんそうだねもうちょっと両国では いうそうか今年ないか、うん、そうだそうだそうなんですあれいいよあれ,あれはいいよ結構友達とかと34人で行くとめっちゃ面白いぞあれあそうちゃんといい席取ってうんうんなんかもう全然半日以上入れるもんあそこーーあの空間楽しすぎる行きたいな 酒飲みながら時々叫んだり「霧島行けー!」って叫んだりみんなでねっていう空間だからさいやいい熱い花見みたいな感じですよずっといや彼はねあのあれなんですよその一応その昨日収録する予定だったんですけどまあ今日に、まあ、月曜日なんですけど今日になってね、うんうん、まあ 相撲を言ってたしまあまあそんなねリスケなんて僕らよくあることなんですけど写真をね何枚か送ってきてくれて。 動画をね送っていただいていやあれ見ただけでさいやマジですげえなと思ったもんな上がるよねあれ上がるよでも俺にはねもうサンクチュアリの撮影現場に行ってるやつとしか見えないやっぱそこで見ちゃうね角度もねまたねあれなんですよもうまさにそのねその感じがあの 奥に通路が見えててあそこでピエール時が何かやってたなみたいな <laughs>、うん。そう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 ,そう,そうなんかいやーでもすごいですね。僕らが座ってた席の手前に見えてる通路がねなんかいい感じに敗退した力士が歩いてくることが多い通路で。 だからそれもそれも見ててなんか、うん、キュッてなりますね敗退<ー>、はい、した力士がさ堂々と帰ってくるのここの通路通ってで拍手がおる起こるわけですよその度になんだこのいい空間今、ね、頑張ったぞと、うん、そう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 。はあ、いいですね <laughs> なんでちょっと皆さんもぜひねあの大相撲 人生で一度は生で見に行ってみてはね<え>いかがでしょうかちょっと僕も<え>行きたいなと思いますそうですねうんそれは行ってみてください、うん、ぜひさあそ,そんなこんなですがえー、もう49回ということで49回なんですよ実はもう,もう,う本当に本当に1周年だよねもうそうだねうん、うん、ね本当だよねじゃあ今週ちょっと まあ15分喋っちゃったけど、ちょっと一周年振り返ったりしようか。はいはいはい。うん、そんな回にしようかと。はい。思っておりますが。はい、いやー、どうでしたか、この1年間。<laughs> まあ、ラジオはね、本当に <laughs>、うん、うん。欠かさず、 まあ途中お休みもあったけどねあの極力本当に毎週更新まあ根本んの人力もあってですけどまあ続けられたっていうのがまず嬉しいですね僕らそのちっちゃい頃に小学生中学生の時とかもちょっとこう真似でねやってたりとかしてたけど今ではこう本当に聞いてくれる人がいっぱいいて。 そう,そうそうそう。そうで、うん、ちゃんとこう、お便りもくれて、うん、で、まあ、一年間、僕らがあったこと、結構、包み隠さず話してるし、そうだよね、うん、なんか、うん、うん、そうね、本当まあ、一年間続けてきてよかったなあ、あなんか終わ,終わんのか、これ、今日で <laughs>。終わんない、終わんない、<laughs> 終わんないけどね <laughs>。一 <laughs> 年間、まあね、本当に、なんか、 なんだろう、ね、その何してたかなみたいなのがさ、うん、こうやって残ってるっていうのが、うん、ああそれ面白いよねうんすごく確かに僕はうんいいなと思うしまあやっぱ根本君がうんまあメインでやってたからうん、うん、僕も1年間続けてこれたかなーっていうのはあるんでああはいはい、うん、本当ですかうんまあそうですね 1年間続いや良かったねうん、うん、俺もいやこんなに続くとは思ってはなかった <laughs>、うん、んかも1年やろうとは言ってたけどねうんうんそうそう、ま、とりあえず1年やってみようとは言ってたけどおお続いたもんだなーって感じだったね意外とね楽しくやってますよ、うん、まだこれからも続きますけど まあ今ではラジオを2つ持っている人気あすげえ人気じゃない、ね、<laughs> 別に人気ではない2つ持ってるだけよ誰にでもできるってそんなちょっと遠くなってしまっていますけども遠くないで別にできるって誰にも <laughs> なんか佐野が真面目な話すると死にそうな空気に流れるの面白いな そうだね、なんかこう終わりの感じがある。んでなんかが終わる雰囲気があります。そうそうそう。本当に終わるのみたいな。その空気出すのうまい説ない。そうね。真面目な話しないからね。ああ、そうか。やっぱそうだよね。そういう意味では、なんか、前回の佐野の会はやっぱり必要だったと思うわ。では、そうなら。どんぐらいの人が聞いてくれたんですか、あれは。今んとこ18再生されてます。18再生 今んとこ普通です。<普通 S 1> でもこのあとだって伸びる回はね3040いくからねこのあとどう伸びていくかって感じだけどそうそうそう大体平均ね30ぐらいなんですよねどの回数も<う>んこんな感じですようん1年間うわっその後別れたってよじゃねええっとあれじゃんもう。 さの転職おめでとうとか言ってんのって22回とかなんだねそうだね2月とか1月 1> <わ>あそうだね今ちょっとこのタイトル見返してるだけでもちょっとえそんなに経ったみたいになるねんなんか A&W のオレンジジュースは14回いやーそうなんで俺ね <laughs> その話しようかなと思って結構テンション上がってる回ってむ、うん あの数回ぐらいしかないと思うんですよ、このラジオでも。数回しかないいやいや、毎回テンション上がってる話そのないじゃない、淡々と話すみたいなことが多いじゃないですか。でも、その中でも僕がこう、バーって見返して、あこれが普通にテンションぶち上がったなって d w のオレンジジュースですよやっぱここなんね、A&W のオレンジジュースはマジでかった そうそんなに良かったんだいやあれだって俺もうほんとずっと飲みたかったんだからずっと飲みたかったんだからって本当に中学生ぐらいの時から飲みたかったのよあもうずっとだ本んにずっとだファミツウェーブのポキャスではいはいえっとポルノがポルノ鈴木が AMW のオレンジジュースの話をしてて そうだよ、そうだよ。で、沖縄行って、A&W うつったら、ルートビアじゃなくて、沖縄行ったら、やっぱ俺、あのオレンジジュースなんだよね、みたいな話をしてて、沖縄には A&W っていうハンバーガー屋さんがあって、そこのオレンジジュースっていうのがなかなか手に入んない、うめえもんなんだって、ずっと思ってたわけ。すげえうまいって言うからさ。 なんかお土産で買ってきてたのかな、うん、まあ飲んでたシーンとかがあって、うわ、飲みてーって思ってたわけよ。うんうん、本当に15年越しぐらいの夢がそかなった。だったんだいやしかも理由もなんかエモいね、そのラジオだもんね、そうなんだあのポッドキャストだもんね。そう僕ら当時聞いてたんですよね<う>、うん。狂ったように聞いてた、ウォンクラックズ番組の、うん。 カラー。からから来てたんだね。そう。なるほどね。それは確かにテンション上がるわな。上がるでしょう。これが A&W かって。そう。まあ、A&W はそのなんかさ、ルートビアで知ってはいたんだけど、うん、やっぱオレンジジュースが手に入らないじゃないどうしても。まあよく分かったけどね、うん、理由が。うん。うん、そうだよ。その日作ってるからっていう。うん、そう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 。だから。 まあすごい嬉しかったですねこれはテンションぶち上がった間違いない,い、うん、そうだね回だねちゃんとうちで撮ってるしねこの回はねそうそうそう、うん、そうそうそうなんか俺的に面白かった回どれだろうな自分が面白めちゃめちゃ面白かった回か 19回のさ、2023年の抱負などとかって書いてたけどさ、はい、おもうお覚えてないからね。あ、覚えてない俺も。あ、でも、<laughs> 待って。ある。えーね、覚えてない。いい自転車を。いい自転車を手に入れる。うんえー、新しい仕事を持つ。みたいなこと言ってた。覚えてねえよ、これ。佐野<れ>何言ってたっけ俺、待って、思い出せる。思い出せるよ。えっ、ー、とね、貯金つすかね。 言ってたできてません言ってきてないかそう貯金かなって言ってた記憶があるそうねそっかそっか俺面白かったかいまあ、でもやっぱ佐野は別れたってよかな面白く記憶残ってんな喋ってて人の恋愛聞くのが一番面白いわ コメントしてるしな自分ででもこれうん、うん、これそんな面白い回だったかな <laughs> 佐野は絶対面白くないよ佐野は面白い回じゃないとう,う,んうんそんなに俺が個人的に面白かったもん喋、うん、っててあと問題の31回ね <laughs> 問,題の問題の31回問題の31回に、ね、っ <laughs> あったね。問題だね、これ。<laughs> 2>, 2人ともやられてるって。<laughs> 2周相手2人ともやられてるやつね。<laughs> これ問題だね。この問題の31回です。うん。問題です。どうしたんだ WBC ありがとうからの落差すげえな、どうしたっていう。<laughs> ね。うん、そうだよ。いや。 いいねこのさその48回ぐらいあるとさその振り返った時になんとなくやっぱ思い出せるのがいいね,ねこのタイトルとか見てうんどんなこと考えてたっけ自分っていうねえあんまりないじゃんなんかその時の感情とか思考ってやっぱ思い出せるもんじゃないじゃん1年も経つとさあそうなんだよねマジでこのラジオって台本も何にもないし、うんうん そうそうそううんあのー、割と行き当たりばったり、うん、撮ってるんで内容もそんな覚えてないしね、うん、覚えてないでまあ配信されてからまあチェックで1回流し聞きするけど、うんうん、まあまあね本当にそれぐらいだら直近取った後すぐ聞いてうんうんうん、うん、って感じだから やっぱり時間経っちゃうと覚えてないしねうん今週もこんな感じかって感じだからねそうね毎<回>まああとやっぱり直近で結構こう盛り上がったのはやっぱコストコですかねああコストコ界盛り上がってたねああコストコ界は、うんあね、面白かったねったこれは結構2回ぐらい聞いたかもしれない あって自分が喋ってて面白かったのはアマゾンプライムデー会かなああ<ー>そうだねアマゾンプライムデーは結構聞いた人も多いんじゃないかなうん多いと思うし、うん、そう普通にあ自分が紹介したものがそのちゃんと人が購入することあるんだっていうかリスナーが買ってたからねうんあの体験は、うん、結構普通に嬉しかったというかちょっとびっくりしすぎたねあれは そうね。本当にそういうことあるのねと思った。うんうんうん。うん、確かにだなそんなから、人に何かシェアするのはやっぱ楽しいねって思ったよね。そうね。確かに。Amazon プライムデーは俺も面白かったな。うん,う,んうん。そうなんです。振り返ってみると。あったないや、しょうもない回の方が多いんだけど。 何しょうもない回、ね、の方会の方が多いんだけど,、ね、だけど <laughs> たまにあるよね、うん、これ面白かったなみたいな回そうそうなんですよいまあ、未だになんかその視聴数ランキングではもう第6回の「水星の魔女」がダントツなんだけどね未だになんでなんだろうね <laughs> これはもうタイトルのせいとしか言えないすごいダントツ144回 はあ、抜けないすごい,すごいねうんこれだけすごいそうなんですよなんかそんな中身のある話をした記憶もそんなにないんだけど、うん、だってこれ言って1話放送されたあとぐらいの話だからそうだよね、うん面白そうだよねって言ってるだけなんだけどね、うんうん、ちょっと1年ラジオやってみて 思ったのはみんなラジオやったほうがいい。みんな。みんなラジオやる。主語でかくない主語かないかラジオみんなラジオやってください。やってください。人生よくなるよ、ラジオやると。ああ、まあ確かに、これはもう100万回、100万回ぐらい言ってますけど、このラジオ、根本くんの自己啓発ラジオ自己啓発そうです。そうです。自己自己啓発ラジオなんですよね、これね。 間違い,ないそうなんですよ。でもそういったみんな自己啓発されていると。いやもう明らかに俺第1回との喋るテンション違くない絶対に。そうだね、いや俺分かんないよまだ。い<や>聞き返してないから分かんないけど。分るようになったなとは。<laughs> そう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 。もう絶対そうじゃん。うん、変わるよ。ラジオね、いやね面白いから、うん、みんなの聞きたいっていう。 そうだった確かにみんなの聞きたいよね聞きたいよねそうなの確かにそれは思うかもしんないねそう荒ー男2人でも別に1年間続いちゃったしなんならこれからも続けるし別に難しいことをやってないじゃんあの日々このラジオ撮る中で別にそうですね電話終一の電話を <laughs> そうそうそう垂れ流してるだけ <laughs> それぞれが録音しくっつけてるっていうねそうそうなんですよなんで結構気軽に誰でもスポティファイにラジオ流せるのでうんうんちょっとリスナーの方で「なんかラジオ始めました」とかいう方いたらもうに教えてほしい聞くんでそうね全然聞きますうん 誰かそろそろ誰かそそろろ呼びたくないああそうだねなんかずっと言ってるねそれね1年だよそうか確かにだ誰呼びたい誰呼びたいって言えるか誰だろうね誰呼びたいんすか僕ら共通でかは分かんないけどまあまあそうだよね 共通の古きからの友人とかってなるともう日立市立豊浦中学校 OB になるわけですけども完全なる完全なるうになるけどねそう,ねそ,うそれでも全然出たいって方がいたら全然いいんですけど確かに出たいっていう人がいれば、うん、まあ別にそれ以外でもいいですけどね、まあ、このラジオ聞いてるリスナーの人をちょっと一人呼んでみてそうだようん ちょっとどうなるかもやってみたいよね、うん、そうねえだって新しいリスナーが欲しいって言ってた回いつもうなんかそんなタイトルつけた回あったよね確か新しいリスナーが欲しいなんかあれないっけいやないかもなんかリス新しいリスナーじゃないや新しいそのしゃべる人いませんかみたいな あったかもね <laughs> あったよね一、うん、回あったよねうん、まあ、残念ながらその時は別に有志が集まることはなかったんですけどそうね、うん、そしてちょっと僕今週の配信いつも SNS で告知してるんですけどうん、うん、ちょっと出たい人募ってみようかな、うん、いいじゃんいいじゃん、うん、それちょっとやってみようよちょっとやってみてもいい、うん、やってみましょううん ちょっと撮影録音環境とかねいろいろそこら辺はちょっと聞かなきゃいけないとは思うんだけどまあ何だったら根本君うちでもいいしうちでもいいんだけどうん全然そうだねそれは面白そうそう考えるとそのを閉めようとしてた いやいやいや、締めようとしてない。全然。そう考えると、僕と根本君が基本的にこのラジオやってるわけじゃないですか。うん、そうだよ。で、その、唯一、僕と根本君以外の人が出てる回っていうのがあのあって、35回。彼女、そういう前、リアリティショーについて話してますっていう回があってさ、これは僕結構面白かったんですよね。普通にラジオとして 聞いてて面白くてやっぱ僕と根本が話してるから、うん、お互いの相づちの感じとかはもうさ、うん、もう分かるじゃん。分かる。私まあ、うどういう感じになるかってね。そう、撮ってる当事者だからまあもうさ、これがこのまま流れるから、うん、まあ分かるわけよ。その新しい感度とかないわけ。新しく聞く会、買いにく。 てああそうかそうかそうか。うん、まあ感動程度いうとちょっとでかすぎるんだけど、うん、まあそう考えるとあのー、その35回は、うん、まあすごい新鮮だったよね。その深夜大行くっていう看板を出しながらも、うんうん、あのー、ちょっとなんかいつもと違う雰囲気みたいな。 はいはいのはすごく感じて面白かったなーって <うん S 2> うん思ったね。そすごい意識してたわけじゃないけどまあ喋る相手変わるとねちょっと空気変わるよねやっぱりそうそうそう僕はあのう <ん S 2> もう一つの方の俺はそうは思わない聞いてますけどあ本当嬉しい。うん。あの愛の里を語りたいとか <うん S 1> あのー 改めてジブリってすごいよねみたいな話とかうんうんあそうだねそうそうそうあのポニョの話とかしてたじゃないトトロの話とかうんしてたねでやっぱその時の根本てやっぱ違うあ違うんだまあ雰囲気がねうんだからまあ新鮮でシンプルにラジオとして聴けて面白いなっていうとこでうんうんそうですね 俺48回「生きるって何ですか?」はちょっと重かったかもしれないね。<laughs> 俺さ、<laughs> 母親から心配の LINE 来たんだよね。<laughs> 1人でさ、「生きるって何ですか?」について喋ってるからね。<俺> <laughs> 母親から心配の LINE 来たんだが。このタイトルで。うん面白い。まだ聞いてないんだけど、大丈夫みたいな。<ー>心配なんですけど、みたいな。来ていやまあ聞いてっつって。いやそんな話ではないから、ね。そうだよもう半分釣りみたいな。 タイトルしかもあのタイトルどうするって聞いて結構割と三野に決めてもらったからさあの回もうさ5秒で返信したやんそうそうそう生きるとは何ですかって返信が来たからさちょっと重かったよなちょっとそのまま重かったねちょっとさ違うんだよねこれ開けてみたらこのタイトルねこんな重い話してないちょっと身構えるもんねこのタイトル見るとタップするのをさそうだね 結構カロリー全然そんなことないから全然そんなことないですそんなことないんで聞いてみてください面白いですよ根本不在なので根本不在僕がね淡々と喋ってますからそう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 まあ誕生日プレゼントの回もね面白かったしねどっちも面白かったうんとてもうどんは食べましたかまだ食べてないいや食べましたどっちもあ食べたどっちも食べました美いしかったいやごわごわば ごわごわも分かった,ったああそうだ、うん、よかった俺はだまあでも最初に食べたやつの方が好きだったかもなんかね写真見ると山越えうどんの方が山越えうどんっぽい感じがしてたなああ<ー>うんそうか、うん、まあそうだねその山越えうどん美味しかったねどっちかって言われたらうんうですね彼女から何もらったんですか誕生日プレゼントちなみに えっとね、いい折りたたみ傘と,み傘といい化粧ポーチをもらいました。うそ<う>化粧ポーチこれ結構、そうそうそう、これ結構欲しいと言ってて、うんまあ、特に傘はずっと欲しいって言ってたんで、それもらえまして、えー、よかった。うん、よかったね。そうそうそう。そっか、化粧ポーチ何に使う 化粧ポーチ普通に化粧品とか入れてます。え何何を入れるのよ化粧品とか入れてます。えっと、あれ、えっと、なんか持ち運び用の化粧水とか、BB クリームとか。BB クリームええ塗るときあるよ。あんだあるんだある。なんでなんでなんでって言われてもなんかヒゲが気になるとか。うん。ああ。 え俺塗ってる根元にったことあるいやあると思ううん眉毛描いてる根元あったことある俺あるある全然あるそれはあるあそうなんだそう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 美少年高いんやねそうほん当にガチレンだったらヒゲ脱毛とかしたいんだけどうんお金かかるからまあまあやってなくてへえしゃあなですね。そうそうそうメンズメイク会やるか

僕は何だろう、うん、ま,あまず1年間聞いてくれてありがとうございます、うん、っていうところとそそうだ、ね、う, <ん S 2> そうだだねよ本当に拙ないパーソナリティ2人が淡々と喋ってるだけですけどまあ多分これから続けていくにあたってもきっとこのテンションだと思うんで、うんうん、えー 長く聞いてもらえるとありがたいなっていうこはまあまずそれが一つと、うん、まあ僕は何て言うんですかねあのー、もっとみんなのことも知りたいなってやっぱ思うんで交流したいよねそうもうどんな一言でもいいんで何、うん、か送ってもらえると、うん、とても嬉しいなっていうとこではい これから先何だったらみんなとのこのお便りだけ話すぐらいのテンションでもう僕らの話はもう20%ぐらいでもうお便り5通ぐらい週に来てもうそれに関してもずっと喋るみたいな喋 <laughs>、うん、ってるねうんのが僕まあ一つまあ理想かなと思ってるんで おーラジオの理想形。うんそうだねコミュニティそんぐらい来たらうしいねうん出来上がっていくっていうところで、うん、そうだねうん、うん、まあいろいろ皆さんこうプライベートでね忙しかったりとかあると思うんですけどまあなんかここが一つの居所みたいな風になってくれれば僕らはねもう来るもの拒まず 猿者は地獄まで追いかけるパターンの追いかけるんかい二人なので、ぜひ参加してもらって楽しく聞いてほしいなというふうに思ってます。やっぱ佐野にお気持ち表明させと閉まるな。閉まったわ。お気持ち表明ってやめてくねお気持ち表明って違うだろ、それは。本来違うだろ違うだろ袖か感情って。 ソデカ感情聞くとお気持ち表明って YouTuber とかの企画に関していやなんかこういう企画は実際こういうところがあってもっとこうした方が良かったんだと思うんだけどなみたいなやつでしょ気持ち表明メガティブコメントねはいすいませんんか皆さんのお気持ち表明待ってますよ待ってます 佐野さんの言い回しもっとこういうふうに言った方が伝わったと思いますみたいなお気持ちいただけたお気持ちをよろしくお願いしますぶち殺すじゃあまあ閉まったんでいいんじゃないでしょうかこんなもんにですか振り返りうん僕は大丈夫ですか大丈夫ですかはいよかったですいい時間なのでまだ続くんでラジオはねはいこんな感じで えこれからも深夜大工は続いていきますので皆さんからのお便りなどお待ちしております次回オーディオコメンタリーですかああやろうかなと思ってるけどはいあの、うん、<laughs> そんな感じですわかりました、はい、それでは第49回根本と佐野の深夜大工、えー、今回もパーソナリティは根本と佐野でしたおやすみなさいおやすみなさい